ジョージ・バーナード賞は、アイルランドの文学者、脚本家、劇作家、評論家、政治家、教育家、ジャーナリスト。ビクトリア朝時代から近代にかけて、イギリスやアメリカ合衆国など英語圏の国々で、多様な功績を残した祭人として知られている。バーナード賞の功績の中でも、特に文学者と教育家としての活躍が有名である。イギリス近代演劇の確立者として、 精力的に作品を書き続け、94歳で没するまでに53本もの儀曲を残し、他に類を見ない風刺に満ち、理想性と人間性を描いた作品を送り出したとして1925年にノーベル文学賞を受賞した。アイルランド人のノーベル文学賞受賞者としては、文学者、ウィリアム・バトラー・イエッツに続いて二人目となった。映画文化の発展にも貢献し、 フグマリオンはアメリカのハリウッドで映画化されて第11回アカデミー賞の脚色賞を授与された。教育家としては自身は大学などの高等教育を受けなかったが社会科学の発展を目指してロンドン大学内の教育機関ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの創設に尽力し経済学の発展に重要な足跡を残した。政治家としては一貫して進歩主義に属し 穏健な社会主義を掲げ、後に労働党の前身となるフェビアン協会の会員として行動した。労働者を搾取する近代イギリスの行き過ぎた資本主義や大敗的な貴族趣味を嫌い、男女平等、土地改革、労働者保護などの社会改革や最食主義に代表される健康的な食生活を信念としていた。フェビアン協会のために数多くの文章や演説を通じた。 政治運動を展開したが、表立って、権力を握ることは嫌っており、選挙への立候補については、幾度も誇示している。例外的に、ロンドンメトロポリタン行政区議会から、セントパンクラス地区代表の区議会議員に選出された、際には引き受けているが、フェビアン協会も含めた、どの党や政治団体にも所属しない無所属議員として、活動している。晩年には、文学、教育、 政治などでの業績を称えて、イギリス王室からナイト称号の授与が提案されたが、これを拒否している。芸術家として、また、リベラリストとして、自由主義や民主主義を基本的に肯定したが、その欠点である、衆議政治や大敗に無批判ではなく、ファシズムやソ連型社会主義など独裁性や全体主義に理解を示す発言を行う場合もあった。 人間社会に対する遠征主義から無価値な人間の処分をしばしば唱え、その観点から人種主義や優勢学も肯定していた。後にイギリスが第二次世界大戦で数軸国陣営と戦い、冷戦ではアメリカ合衆国に協力してソビエト連邦と対峙する中、こうした主張が批判される場合もあった。持論である菜色主義による健康な生活もあってか、 長明を保ち、90歳を超えても健康的な生活を謳歌していた。その死も、病や老いではなく、自宅で庭の手入れをしていて、はしごから転落して骨折した際、受けた手術の経過が悪く腎臓不死を患ったためであった。1950年11月1日に意識不明となり、翌2日に死亡、十四歳没。遺は遺言により妻の遺とともに、 自宅の庭園に埋葬されたダブリンに生まれる。一族は、元はスコットランド貴族で17世紀にアイルランドへ移住してきたピューリタンの家柄であり、父ジョージカーショ賞は法務省の役人を辞めて穀物卸売賞を営んでおり、母、ルシンダ・エリザベスは地方の紳士階級の出身で家畜で芸術を愛好する女性だった。姉のエリノア・アグネスは20歳で養成し、 ルシン・ダ・フランシスは音楽家となった。おじからラテン語の手ほどきを受けて後、ダブリンのウェズリー・カレッジに入学する。翌年に地方の私立学校へ移り、1869年にはダブリンの承認階級のカトリック指定のための中央模範小学校に通う。1871年までの2年間はダブリン英語科学商業学校で送った。この間は、 アイルランド国立美術館で名画に親しむことが多く、母や姉たちと音楽教師と共に暮らし、音楽に囲まれて多くの名曲を暗唱するようになっていた。1871年に学校を卒業して、ダブリンの土地仲介業者のもとで働き、有能さを発揮した。ロンドンで音楽教師として働き始めていた母と姉たちを追って1876年にロンドンへ出たが、 母と親しい音楽評論家のゴーストライターなどの文筆による稼ぎはわずかで、父からの仕送りと母の収入に頼って生活しながら、大英博物館や国民美術館に通って知識を広げた。1882年にヘンリー・ジョージの講演を聞いたのがきっかけで、社会主義に傾倒し、1884年にフェビアン協会が設立されると、直ちに入会して、 シドニーウェップフサイラと共に実行委員、パンフレット作成、講演などに活躍した。一方で、小説の執筆を1879年から続けていたが、認められることはなかった。1884年に、社会主義雑誌、トゥデイが発刊されると、非社会的社会主義者、カシュル・バイロンの職業が連載され、1887年に、宣伝雑誌、アワー・コーナーに、 不合理の縁、芸術家の恋が掲載され、ウィリアム・アーチャー、スティーブンソン、ウィリアム・モリスなどに才能を認められた。そのウィリアム・アーチャーの紹介で1885年から新聞、ベルメル・ガゼットで書評、翌年に世界史で美術批評を1889年まで匿名で執筆する。1888年からスター紙で音楽批評を コルノディバセットという筆名で担当する1895年から1898年にフランク・ハリス編集の土曜評論で劇表を GBS の署名で発表この頃一部戦主義勢随完全ワーグナー主義者芸術の健全性などの評論も執筆したジョージ・バーナード賞当時はイギリスの近代劇が紹介され始めており JT ・グレインによる 独立劇場を支援していたウィリアム・アーチャーとショーは合作した儀曲ヤモメの家を提供し1892年に上演された。続いて1899年に舞台協会にわからぬものですよを提供するロイヤルコート劇場で1904年から1907年にかけてのグランビル・バーカーによる進撃運動では上演された32作品のうち11編が わからぬものですよ。人と超人など賞が提供したものだった。創作活動に加えて、フェビアン教会での活動による多忙のために健康害したが、ファビアン教会にいたシャーロット・ペイミコール・タウン・センドの献身により回復し、1898年に結婚する。1914年にウェストエンドで初めて工業的な成功を収める。1925年に、 ノーベル文学賞を受賞する。はじめは孤児していたが、賞金を寄付するという条件で受賞することになる。晩年は、エイオット・セントロレンスに移り住む。1943年に、妻シャーロットが死去する。1950年に、自宅庭園で樹木の手入れ中に転んで足を骨折して手術するが、帰宅後に、腎臓不手が悪化して死去した。94歳没、遺言により、ショート 妻、シャーロットの異界は混ぜ合わされ、庭園の小道に撒き散らされた。ナイアガラ・オンザ・レークにあるショーの像、アレクサンダー・テクニック創始者のフレデリック・マサイアス、アレクサンダーの有力な支持者でもあった。カナダのナイアガラ・オンザ・レークでは、毎年数ヶ月にわたって、ショーとその同時代の劇作家の作品を上演するショーフェスティバルが開催され、世界各国から人々が集まっている。 フェビアン教会に属する社会主義者であり、社会主義運動に深く関わる、文学者の枠を超えた反骨の知識人として、積極的に発言、長い生涯にわたって、尊敬を集める。しかし、1930年代に大恐慌を受け資本主義国がのきなみ不況に苦しむ中、ソビエト連邦は、その影響を受けずに高い経済成長を達成した、ことを知り、 失業も階級もない理想の国家と評したが、ショート・エップ夫妻のソビエト支持は、保守層から非難を受けた。ショーは、最初主義者であった。85歳の時、私は、現在85歳だが、これまでと同じように元気に仕事をしている。もうかなり長く生きたので、そろそろ死のうかと思っているのだが、なかなか死ねない。ビーフステーキを食べれば、人思いに死ねると思うのだが、私には、 動物の死体を食べるような趣味はない。私は自分が永遠に生きるのではないかと思うと、空恐ろしい気分になる。これが最初主義の唯一の欠点であると語ったことがあった。ちなみに彼は94歳まで健在であった。昭和1895年以降に多くの劇表を書いたが、特に有名なのが、シェイクスピアの劇についての評論である。 当時はシェイクスピアを空像化するような風潮があり、ショーはこれをバードラトリと呼んで揶揄した。また、アクターマネージャーによる上演が主流であったため、作品の大胆な改変がしばしば行われていたが、これも激しく非難した。一見矛盾するかに見える二つの行動だが、どちらもシェイクスピアを熟読し、心から愛するゆえのことであった。ショーのコメントは、毒舌と言われることもあり、 しばしば誤解されているが、彼がシェイクスピアにいかに精通しているかを知れば、それが単なる毒舌ではないことはわかるはずである。ショーはシェイクスピアを超えるような劇を書きたいとも、熱望していた。シーザーとクレオパトラは、ジュリアス・シーザーに対抗して書いたものだが、ピグマリオンは、ジャジャウマナらしに対抗したものではないかという説もある。また、短編儀曲、ソネットの黒婦人、人形劇、 シェイクス隊、シェブなどもある。昭は政治的シンクレティズムを思考するベニート・ムッソリーニに共感を覚えており、社会主義は愛するが社会主義者は軽蔑するとムッソリーニが語ったことにも同感していた。早い段階でファシズムの本質が反資本主義であることも見抜き、反ファシズム運動を求める動きには加わらず、協情的な社会主義者を 新しい教会を信じる人々と批判している。また、デイリーニュースが見に寄稿した記事では、彼らの政策は、イギリス労働党よりも、明確に、反資本主義的であり、そのことを考えれば、ムッソリーニを弱体化させることは、私の仕事でもなければ、いかなる社会主義者の仕事でもないと指摘している。記事に対して、反ファシズム運動の立役者であった、オーストリアの心理学者、 アルフレッド・アドラーは猛烈な抗議を行った。アドラーの意見は、ファシストが暴力で政権を得たという批判に集約されたが、ショーはコミニストたちも銃を撃ち爆弾を投下することをためらわなかったではないかと返し、同じ手段を用いながら革命に失敗したイタリア社会党の無能力さを指摘している。憤慨したアドラーがショーからの反論を公開すると、 今度はイタリアからの亡命者で政治学者のガエターのサルベミーニがショーがイタリア旅行で筋金入りのファシストにプロパガンダを吹き込まれていると中傷したショーはサルベミーニに私的な旅行であったことから特にファシスト政権側から連絡は受けておらず筋金入りのファシストにもあったことはないと返答しているまたファシストが暴力革命に成功したのは軍や貴族 企業の支援があったからだとの意見には、社会主義者が学ぶべきなのは、反資本主義的なムッソリーニが、なぜ支援を取り付けられたのかではないのかと返している。抽象と理想論を繰り返すばかりのサルベミーニについて、政治的に見込みがないことを自ら暴露したとし、ムッソリーニが自由を腐敗しつつある主体だと、表現するようにさせた理由を説明していると、酷評している。章はムッソリーニを、 ナポレオンほどの威信はないが、フランスのためにナポレオンが言ったことをイタリアのためにやっていると好意的に表している。ありがとうございます。